イメラジオ第回今日は令和5年12月13日水曜日です時刻は午後8時半横浜港北今日は澄んだ夜空広がっていますねとっても綺麗な夜空です空が綺麗だとチ明かりも余計綺麗に見えてきますよねお昼もいよいお天気でしたが今日は 午後3時からずっとオンラインの授業で緑道を走りに行くことはできませんでしたさて午後8時半今回は「安倍派つぶしは財務省の陰謀なのか」こんなタイトルでお話ししましょう自民党の安倍派が狙い済まされたように東京地検によって 告発されてそれで閣僚も辞任そういう報道が続いていますね。でこのまるで安倍派をターゲットにしたと思われるこの東京地検の動きがあと警察も動いてるでしょうね。 財務省の陰謀なんじゃないかというそういうあのちらほら言われていますねそういうことが確かに安倍元首相もそうだったし安倍派の人特に萩生田さんとかは増税に非常に消極的逆に減税 をむしろやろやううううというそういそう人たちなんですよだから安倍内閣の時に消費税が2回上がったじゃないか5%から8%へ8%から10%へけれどあの時にも安倍さん抵抗していましたね結局財務省に押し切られてしまいました。 で、この財務省にとっての増税消費増税特にねはもう省益にもなっているようでですから財務省にとっては何でもいいから増税になったら OK とその分税をたくさん集められるということは財務省にとっての管轄権っていうんでしょうか。 その使えるる権力が広が広わけですねですから官僚というのは財務省に限らずどこでも予算を取ってくることそして自分の管轄権を広げることこれが非常に大きな関心事なんですよ。で国家公務員の場合それは国をある程度動かしているわけですからそのような省域 よりは国益のことを考えなきゃいけないんですがまあかつての帝国陸海軍どうですか戦争に突入する前の帝国陸海軍もう国益そっちのけでそうなんですよ国益そっちのけでね陸軍は陸軍のために海軍は海軍のために動いていてお互いに陸軍が海軍を最も憎んでいた 海軍が陸軍を最も憎んでいたというもう打ちげばみたいなことをやってたんですよ。似たような発想がやっぱり今でも財務省にあるみたいですね。本当は増税なんかしたら、特に消費増税はあの消費が GDP の六割から七割、これは非常に良い経済体制なんですけど、そういう日本で。 消費を冷ます一番 GDP のコアな部分を冷ますからやっちゃいけないと景気回復したいときにしかもその,財政というのは別に悪いい状況でもないだから国益を考えたら特に消費増税なんかできないねが、まあ、結論になるはずなんですが何かしたがりますね。 10%じゃダメだと12%だとか15%だとか果ては20%だとかで岸田首相がそのようなことを財務省に多分吹き込まれてポロポロとさまざまな答弁で言うもんだから結局増税メガネみたいなあんなあだ名になったんでしょうね。 誰かが意図的にっていうのではなくもう財務省べったりの岸田さんだったらもう増税やりそうだということであんなあだ名になっちゃってでそのあだ名をもう払拭しようと思っても余計に減税言ったらね減税言ったら余計に支持率が下がったとまあ政治を見る思いですよ。例えば為替介入の時にたまに財務省の職員が。 メディアの質問に答えたりしていますねああいうその財務省の職員が答えている答えぶり見てるとなんか割と国士みたいなこと言ってるんですよ国を背負って立ってますとか国家公務員としてもノリをわきまえてあの全体を見ながらやってます国益という言葉はさすがに使わないけどなんかそういうのを考えてやってるみたいな感じでお楽しいな とと思うこともあるんですよたまにあの財務省の職員がメディアに出てくる時にね聞いてるとボソ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 みたいなこんな人じゃないんですよねやっぱさすがといえばさすがで。けれどでもその彼らがじゃあ財務省全体として何やってるかっていうとやっぱなんだかんだ言って増税そして本当は財務省と国税庁も切り離した方がいいんですよね。 その税を集める部門とあの国家の予算を考える部門とは分けた方がいいんだけど大反対ですよねあのこれた,たまに高橋洋一さんがこの国税庁を分離するで歳入庁にしようとかっていうそういうあのことを言ってますけどまあこんなことを言ってんの財務省 OB で高橋さんぐらいで。 もちろん財務省は国税庁を手放すことはないで国税庁長官は財務省の植民地じゃないですかそのの財務省の陰謀で安倍発布氏なのかまあこれはもうタイトルに「陰謀」ってつけてることから分かるように証拠はないしね証拠はないしで類推するしかないんだけど なんかそれもあり得るかなっていう気はしますね。安倍さんも、なんか、去年ぐらいに出た、あの、本の中で。財務省との戦いっていうのを、こう。赤裸々に書いていますよね。ですから、さっきは消費増税の時に戦った。というふうに言いましたが、消費増税だけじゃなくて、もう、ことあるごとに安倍内閣って財務省と戦っていたんですよ、実は。 財務,財務省ってねそれほどやっぱりあのすすごいとこなんですよもう他の省庁全部束になってもかかってこれないほどのもうスーパーな省庁なんですよ財務省ってね実はまあそんな場所ですから当然検察とか警察とかああいうところとも人事という点で非常に交流があって結びついて向いてだからあの 高橋洋一さんなんかがあれもう何年前でしたか10年ぐらい前でしたかなんかお風呂入ってて逮捕されてっていうねで高橋さんなんかブルガリって全然興味なさそうじゃないですか何のことかよくわかんないっていうでもそれになんかつい興味があったみたいなそんな報道でしたよね。ももうう誰がどう見てもあれれははなんかあのはめられた 高橋さんがそういう事件でやっぱ背後に財務省いたんじゃないのとかって思っちゃいましたよね。で高橋さんももうあの事件に関しては高橋さんご自身の著書の中でね自分の見解はこうですっていうふうにお話になった後はもうあんまり話さないようにしてらっしゃいますね。けどああいうの見てもなんかああ財務省ってそういう検察とかと。 あるいは警察とかとかなながっててんんだろうななんて伺わせますよねすると今回の「安倍ぶしもその背景に「Z ショー」がと、うん、高橋さんの話を聞いてるとなんかそのね高橋さんの場合何でもかんでも財務省の方に結びつけてお話しなさいますからこれちょっとあの割り引いて聞かないとというものの。 まあ面白いですよねそしてあその可能性もなくはないなあといういずれにせよ安倍派はもうこれで当分総理出せなないいいそういう派閥になっちゃいましたですからその安倍派が今度はもう自派閥でから出せないんだったら高市さんを応援してくれないかなみたいな話を前回の放送でしましたよね。 もし安倍派が高市を押すぞそしてそれに無所属無派閥か無派閥の議員たちも加わって高市総理がもしできるとしたら財務省の陰謀がもしあったとしてその陰謀は悪くは働かなかったみたいになりそうですよねどっちみち今回安倍派のなんか失脚するような人たち ろくでもなないような人ばっかりでまあこれで高市になる道が開けるんなら財務省もいいことしたんじゃないか今回はそういうふうに言っておきましょう。